今日はですね、Bluetooth マウスを買ってみました。これです。はい。ね、このように Windows 上で Bluetooth で無線でつながってます。はい。で、これね、Amazon で買ったんですね。で、今、とっても気に入ってるんで、ちょっと紹介したいと思います。Amazon で買ったんですけど、値段もめちゃくちゃ安くてね、これですね。ピンク、合うかも。あ、ね。ね。あ、今、値上がっちゃったな、1600円。僕買った時に、送料込みで830円だったんですね。これ、エレコム、ね。すごい小さくていいですね。わかりますかね。これが普段使っているキーボード。一回りちっちゃいですね。これはちょっと線でつながってて、まあ、外では使うのに、ちょっとどうかなと思います。Bluetooth だと、もうスイッチ一つで、ですね、パソコンとつながって、まあ、タブレットで使ってるんですけど、使えるということですね。はい、で、まあ、セッティングも簡単ですね。まず電源、これ今聞きましたね。で、これが電源と、あと、ペアリングのボタンです。はい、まあ、まずはね、これ電池、単4電池1本、これ、別に買ってきて確かにいいのかな、ね。で、これをセットします。はい、で、このスイッチを入れます。で、ペアリング。この、ちょっと、ね、爪短い人は、まあ、なんか細い棒で押した方がいいかもしれないですけど、まあ、私はこのまま押せました。まあ、余裕で押せました。で、ペアリングすると使えます。はい。で、もう、至って普通のマウスですね。右クリック、左クリックとホイールですね。この程度しかついていません。だから、まあ、カスタマイズはできませんけど、まあ、いろんな、ね、ゲーム用のマウスとかにはできませんけど、普通の、ね、マウス操作で僕は十分なんですよ。Excel しか使わないので、Excel と Word ぐらいしか使わないので、うん、で、普通のこの、今までの従来のマウスと同じようにですね、使えるんですね。電池も結構長持ちみたいなので、とてもいいです。これはとても気に入ってて、で、小さいんですよね。携帯性にとてもいいので、まあ、なんでしょう、カバンに入れて、ちょっとね、会社が5時半でピタッと終わった場合には、図書館に行った時にこれ使って出してみて、で、これでちょっと勉強したり書き物をしたりするのを道具として使っています。はい。で、今ちょっと1600円で倍になっちゃったんですけど、私買った時830円だったんですね。まあ、安い時はそのうち来るだろうと思います。ね、待ってれば来るかな。とてもね、反応とか、あと、ね、いろんな古いね、Windows 7の機械にも、ペアリングしてみたんですけど、難なくできましたので、ですね、Bluetooth で 3.0 なのかな。古いやつでもできたので、色はいろいろあるらしいですね。特に書いてないな。たまたま調べてはいないですけどね。重さは 130g、軽いですよね。はい、ね、あ、違う、99.8、今 100g ですよ。軽いな。100g です。 100g です。Bluetooth の規格はちょっと書いてないですけどね、3.0 なの、あ、3.0 ですね。だから、新しいこれ、僕 4.0 とか、あと古い Windows 7のノート PC なんかも 3.0 とか使ってるんですけど、それでもペアリングできたので、まあ、とても、ね、どんな機種でも合いそうな感じです。まあ、全部調べたわけじゃないんですけど、とても使い、接続とか、使い、ね、使い、電源入れてすぐ使えたりとか、その辺もすごく便利です。はい、とてもおすすめだと思いました。広告動画は以上です。